れりあなたと出会ったのは繁華をよすこぞいろバンドであなたは人力車を止めた二人で初めて行ったレストラン三兄弟を抜けてフランス疎開へとランデブーあの頃私が一番好きだった三兄弟のケーキ屋を覚えてる響くはずだった
私はずっとあなたのそばで、あなたはセキュラーおじさんになっているはずだった。フレディ、あなたと出会ったのは半カオ。